どうも、ビアジチャンネルのちゃんです。かほです。はい、今日はね、はい、まあ、最近よ、コンビニに行くじゃないですか。コンビニに行ってさ、私焼きそばが好きなわけなんだけど、なんかカップ麺買おうかなって思った時によ、いろんな種類のね、カップ麺があるわけよ、うん、どれが甘いんだろうねっていうことで買ってきました。はい、いろんな焼きそばの味食べ比べしてみよう。よいつもこのタイトルコールは苦手だね。はい、練習しようか。もうじゃあテンション上げて、いいよいいよとかやんなきゃだね。オッケー、もう一回やる。じゃあもう一回やるわ。いろんな焼きそばの味食べ比べしてよう。いいよ。どう、はい、よし、どう、はい、よし。というわけで買ってきました。4つ5つ買ってきました。はい、じゃあこちらからいきますね。 UFO 男梅焼きそば、次同じ UFO から、 UFO 四川、頑張れ、頑張れ、歌唱担々焼きそば、担々焼きそば。お次、こちら明星よりですね、久留米大砲ラーメン、豚骨まぜそばです。イエイ。大砲ラーメンって有名なのかな、お店っぽいね。お店っぽいね、久留米。次、いきなりステーキからいきなり焼きそば。もうすごいじゃん、秘伝のオリジナルステーキソースを再現。ステーキソースの味がするそばでしょうね、おそらく、うんうん、うまいだろ絶対。でもいきなりステーキ行ったことないんだよね、私。私もないんだ。再現されてるか分かんない。分かんないね。最後、最後、一平ちゃん屋台の焼きそば、カラ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 ムーチョ味、むちょむちょスパイシーな噂。むちょむちょスパイシーなんすか、それもしかして。そんなめちゃめちゃスパイシーなんていうことじゃあお湯を入れていきましょう。いきましょう。よし、レッツ。あ、いいね、いくよ。はい、チーズ。では、はい、実食。実食。うわ、すごい梅。うん。どうなのよ。うまい。うまい、うまいけど、うん、あんって感じ。いただきます。なんか駄菓子みたいな味する。うん、うん、ね、うん、辛っぱい、うん、なんか汁があったら美味しいかなって感じ。うん、うん、酸っぱいな、確かに。星に、星に。じゃあこれステーキ、こういきなりステーキ。酸っぱいな、うん、うわ、すげえわ。すげえわ、すごいのよ、ニンニクの香りがね、うん、ステーキの味なのかな。うーん、すごい。絶対このあと仕事とかの時は食べれない、うん、口の中すげえニンニク、うまいね。うん、うん、ただ果たしてこれがステーキ、いきなりステーキの味なのかって言われたら私たちは分からない。でもステーキっぽいよ、うん、ほんとステーキソースの味。星なんですか。2だね。もう一回とはならないかな。なんないね。あー、わかる。いただきます。豚骨混ぜそばって珍しいよね。そんなジャンルあるんだって感じだけど、うん、そんな感じ。うん、豚麺の味する。じゃあ豚麺でいいじゃんってなっちゃうね。でも匂いの割に、うん、うちんとこだけかな、味しなかった。味しないの。うん、ステーキ強め。あ、そうかも。あ、でも匂いはほんと豚骨だね。うん、うん、でも匂いの割に味しない。負けてるね、ステーキに負けてるね、これ完全に。順番間違えたね。どうすか、1よりの2。間違いない。
間違いなく買わないね、うん、1.5 かな、うん、じゃ次、うん、なんだっけ、わちゃお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 香る、結構辛そうだよね、うん、UFO なんかもうどれ食べても味しないのかな、マジで味しない、ステーキ一丁、辛い匂いが、うん、しびれが5で辛さが2って書いてあった、うん、うん、おいしいな、うん、思ったより辛くないね、うん、全然辛くない、しびれはまあ多少、パウダー全部入れたからね、でも美味しいねこれね、何ですか、全然あり、あ、星さっきからつけてるけど何個中の何なの、あ、5個、5個中の今更だけど5個中のどうよ、 3.5、 4、うん、4まであるぐらいだね、うん、意外と美味しい、一平ちゃん一番気になるパラムイチ味、うん、ちゃんとね、一平ちゃんのね、もう1000倍特許と言ってもいいほどのマヨビームがねちゃんと入ってました、からしマヨビームね、辛い、あ、辛い、うん、パラムイチの味はするのかい、うん、するかもかも、あー辛い、あ、辛い、うん、書いてあったやつ、むちょむちょ、あ、むちょむちょだむちょむちょ辛い、もしかして、うん、むちょむちょ辛い、マジで、あ、飲み物飲んじゃうぐらいだ、いただきます、うん、うん、うん、あ、しっかり辛いね、うん、でも辛むちょの味する、おいしい、辛い、うん、うん、うん、これ買うかもな、ちゃんとカラムーチョだね、何欲しい、4 3.5 の4の、じゃあ1位はこれということ、1位それだね、また買うかも、また買うかも、うん、買うかもあとカラムーチョ食べたくなって買わないか、カラムチョ買う、カラムチョ買う売ってる絶対に、辛いということで、ぜひ皆さんもカラムチョ味チェキ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 、はい、全部食わなきゃ、はい、また次回の動画でお会いしましょう さよなら、ここから大食いに行きますか、じゃあ梅行こうか、おう、うん、すっぺじゃあ残りの焼きそば、うん、もうもはや大食いよ、3つ4つ5つも5つも1人 2.5 食べていきましょう、はい、いただきます、てかやっぱあれだね、そばってソースが一番甘いんだねこっから腹ペコのミカコ呼びたいね全部食ってくれるよ多分食べる食べる